じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、今日は、はい、はい、で開幕戦どうなるか、おう、それをあの占ってもらいたい、あ、おお、どっちが勝つかという、なるほど、もう勝つかね、だから先発ピッチャー分かってるもんね、先発ピッチャーを見ていいんですね、見ていい、見て、先発ピッチャーから勝敗がどうなるか、そうかっていうことですね、はい、だから先発が勝つとも限らないしね、そうですね、リリーフは上でリリーフの星を拾うかもわからない、はい、ということで、はい、まずは、はい、広島、巨人、はい、大瀬良、菅野、おー、いいですね、はい、まあ、これははっきり出ました、はい、大瀬良さんはもう安定のピッチングで、おお、大瀬良いい、良い、出ましたね、井坂さんちょっと不安って言ってたのが、そうですね、はい、いつも通りのどっしりとした信頼を、大瀬良良くなるの疑ってすかいいっすね、聞いて出てますから、井坂さん、はい、いいっすね、仕事でしょ、相手の菅野はどうなの、はい、菅野さんは、まあ、本当にこれをそのまま読むと、はい、なんかこう慎重すぎて、うん、ちょっとこう置きに行きすぎちゃうというか、投げる本人としては、まあ、冷静なんですけど、ちょっと周りがついてこない感じもしますね、いや、 やっぱりさ、このカードのさ、うん、一番酷なところは去年まで巨人が広島に負け続けてるっていうことだよね、はい、かだからスタートだけは勝ちたいという力みが入ってくる可能性はあるよね、大瀬良が良くなる、そう、大瀬良選手は本当にいろんな選手と連絡を密にした方がいいって出てるので、連絡、まあ、キャッチャーの選手なり内野の選手なりもうたくさん話をした方がいいというふうに出てますね、なるほど、菅野さんに関してはちょっとこう今までのやり方を変えなさい、結構ぶっ壊しなさいみたいな感じで出てるのでいや、ぶっ壊すとしたら、おそらくキャッチャーは住谷になる可能性がある、でも小林行きそうなんだよね、ということは壊せないということだよね、だからこのキャッチャーが変わることによって菅野が変わる可能性もあるということだよね、はい、はい、そして、はい、じゃあ阪神メッセンジャー対小川、はい、ここはですね、はい、先発では勝ち負けつかない、あら、おー、すごい、すごいね、はい、ちょっとどっこいな感じで出ちゃったんですよね、はい、で、かといってどちらかがすごくいいかっていうとそういうふうにも出なくて、でも結果的に、はい、うん、阪神が結果持ってくだろうと思ってるんですよね、なるほど、ヤクルト最下位だもんね、予想ね、そうなんですよね、アドバイスを見ると、はい、阪神の方を見ると、はい、先を見ていきなさい、うん、先を見ていきなさい、はい、その日のことじゃなくて先々のことを考えてプレーをしなさいって出てます、はいはいはい、ヤクルトの方は、はい、休みなさいっていうふうに出てるので、休みなさい、早めに早いよ、開幕戦だからね、いきなり休んでる場合ちゃうよ、初戦ですか、最初からね、小川選手にたくさん投げてもらわないで、はい、あー、なるほど、なるほど、敗戦年に振り返って、はいはいはい、ということは花から負けるっていうことだねさあ、DeNA 対、はい、中日、はい、中日は優勝候補です、そうですよ、そうですよね、占いではね、大事ですよ、はい、初戦、はい、まあ、初戦に関してはですね、はい、これ DeNA の圧勝に、まだ、はい、圧勝、そういうとこなんですね、中日っていやでも、初めてでしょ、小笠原、そうですけど、確かに苦手なのがあるんだよね、ちょっとやっぱり、はい、まあ、今ね、今永選手はちょっとまだわからないっていうことなんですけれども、はい、うん、もしラミレス監督がこの放送を見ていたら絶対に今永選手を出してください、うん、おラミレス監督お願いしますっていうぐらい押し押しで、おお、ね、押し押しね、押し押し、はい、アドバイスとしては、はい、DeNA はもう勢いに任せて、うん、もうガン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 もう代打代打代打系統系統系統みたいな感じそんな代打使うかなり結構こう総力戦動いた方がいい、なるほどなるほど、勢いを超える勢いみたいな感じでいくといいですね。で、中日に関してはですね、はい、うん、コパ美人、コパ美人ではないんですけれども負けない野球をしていけばこの日はなんとか、まあ、いやなんか、でも負けるんでしょ、だって完全に出てるっつったじゃない、確かに、そうなんですけど、だって優勝候補にしてるんだから、そうですよ、そこは救わなくていいよ、与田監督、与田監督もチャンネル登録してる可能性ありますか、確かに可能性ある、お願いしますよ、ね、さあパ・リーグ行きましょう、パ・リーグ行きましょう、はい、日本ハム対、はい、オリックス、はい、こちらはですね、はい、
両方悪くはないんですけれども、はい、日本ハムがあのいいでしょう、浅田さんがいいでしょうというふうに出てますね。はい、上沢さんはですね、ぜひあのマウンドに上がるときに、はい、これで年俸が上がるっていうふうに考えてピッチングしてください。金だね、金ね、ゼニやね、ゼニ噂どうしよう、これ目に焼き付けてください、これで、オリックスも山岡投手、ね、ちょっとマウンド上で迷いが出てしまう、あら、あら危険がある感じなんですね。なるほど。で、まあ、対策としては、もうとにかく、まあ、これあの準備不足に注意っていうふうに出てるので、はい、今想定している準備をちょっと前倒しした方が良いでしょうと、はい、出ています。はい、ということ、それはちょっとわからないけど、はい、まあ、今のところ噂は投手ということで、噂さんに横に金って書いてある、わかりました。はい、次、はい、ロッテ対楽天、はい、はい、これはですね、はい、まあ、ロッテがおお、石川さんの方が、石川さんは本当いつも通りの力が出せますっていうふうに出てます、はい、なるほど、守りのカードが出てるので、はい、あの本当に完投とか無失点とかそういうイメージがありますね。石川いいからね、今年。ああ、もうじゃあ期待ですよ、これ。岸はダメ、岸投手ですけど、どうですか。そうなんですよ、岸さんの方で見るとちょっとこう背負いきれないものを背負うっていうあのカードが出てるんですね。キャパオーバーです。キャパオーバー。岸投手が。はい。岸は開幕投手やりたがらないもんね。ああ。どちらかというと。なるほど。なので、はい、早めに降りて、はい、中堅どころの選手に任せなさいっていうふうに出ています。はい。なので勝負は先発じゃなくて。はい、それ以降のピッチャーに任せます。悪いと思ったら変えなさいと。そうですね、おそらく勝機が生まれてくる可能性があるという、はい、うん、背負わせすぎないようにしてみてくださいということです、はいはい、さあ、ソートバンクセーブきましたよ、いいですね、このカードも、はい、はい、ここはですね、ちょっとどっちかなって微妙なところなんですよ。でも、これに関してはセーブかなって、おお、正直微妙ですよ、ここはちょっと。なるほど。あのソフトバンクはちょっと期待しすぎ、はい、過大評価しすぎかなという感じが出てますね。おお、ちょっとこう空回ると思います。期待以下っていう結果が出てるので、期待以下、ちょっと千賀さんはその、はい、今背負ってる期待の力を出し切れない、まあこう意気込みすぎるとかね、あそんな感じが、なるほど、ね、アドバイスとしてはもう真面目にやるなっていう感じ、真面目にやるな、真面目ね、まあ、真面目だから、真面目ですからね、チケミはね、はい、真面目なんですよね。あそうなんですよ、無視していいです、はい、ってことはそうですね、いやでも勝つという優位ということですよね、まあ、この後の流れかと、2人に勝ち星がつかない可能性があるっていう、そうですね、まあ、本当にピッチャーの皆さんもどういう感じかっていうのを、はい、出しました。じゃあ最後にね、はいはい、ちょっとこのチャンネルが、いや、そうですね、今後売れていくのかどうなのか、いきましょう、それは一番知りたいです。ドラミさんお願いします。もお願いします。いや本当に、じゃあイエスノーではっきり出しますね。怖いですね、イエスノーで、はい、いやまあやっぱり責任重大です。いやまあそうですよね、やっぱり責任重大ですよ、これは。はい、おどっち、どはい、ちょっと伸びなそうなんですよね、はい、なぜか、はい、おまたひっくり返ってる、これなんすか、これは理由のカードなんですけど、はい、なんか下手に弱気すぎるとか、はい、下手に出すぎてるっていうふうに出てますね。こびない方がいい。アドバイスは、ひっくり返ってる、アドバイス、はい、これはひっくり返ってないんですけど、はい、これやり合うとかは喧嘩のカードなんですけど、いろんな人とコラボして、あ、そういうことですか、議論とかディベートみたいなことをするといいです。はあ、熱い議論、熱い議論、そう、あえて意見の違う人と言い合うみたいな放送とかをしていった方がいい。あの特産 TV っていうのがあるのね、はい、野球のチャンネルの、はいはい、まあ、クーニンとかもあるの、はい、このまあ二大巨頭と言われてるんだけど野球の中で、はい、俺一応プロだから巨頭に入っていかなきゃ恥ずかしいわけそこら辺はなんか占える、そこら辺抜けるかどうか、なるほど、抜けるか、じゃあそこを見ましょう、はい、はどうでしょう、はい、あ、やばい、おー、なんかすごそう、
そうこれ。すごそう。これすごそう。何？イエスで出てるので、はい、あのその二大巨頭を抜くことは可能である。おお可能。見たかー。可能しとけー。っていう風な強気がいいんだ。そういうことですよ。そういうことですよ。やり合うってそういうことですよ。やり合うっていうともう本当その二人を呼んで。はい。あもう実際コラボ放送した。コラボがやっぱり。野球の理論とかでケシャムケシャムしちゃうっていう。いやもうプロも元プロのやっぱり目線で。はい、で、その2人を抜くには、はい、あの勉強しなさいっていうふうに出てきて、ごもっともですね、これは。確かに間違いないですよ、これ。お疲れ様でした、本当に今日は。お疲れ様でした。すみません、お忙しい中。いえいえ、まあ、ちょっと、実は、はい、あのもう豊さんが帰っちゃって、せっかく占っていただけるとたんで、そうですね、コンビ間で、今、高校球児というコンビで、はい、やってるんですけど、このまあくすぶってるんですね、正直言ったら。はい、でどっちに原因があるみたいな、売れない原因、まあ確かに、ね、まあ、どっちにあるんだっていうのを聞いておきたいですよ、それは。ちょっと占ってほしいな。ああちょこれめっちゃ緊張しますねこれ。ご本人的にはどっちだと思ってるんですか。いやそれはでもね、いやそういうのはない、そういうのはねやっぱね、そうなんですよ、ない方がいいじゃないですか。聞いていきますね。はい、あのこれ本当にどっちにもないよとか、はい、両方あるよとかも出たりするんで。あ、そうなんですか。あ、両方あるパターンもあるんですか。あるんですか。そうですね、イエスノーで出していきます。じゃあメーデーさんにあるかどうか、イエスノーで引きます。これはどういう話ですか。あの決定的に命令さんっぽいです。おーい。はい、え、それ理由あるんですか。理由、あ、変わらないから。おーい。スポクさんにあるのかどうかを言って。ああ、なるほど、はい。ないそうです。おーい。ほらあのさ、はい、さっき飲み談むって言われたじゃない。はい。チャンネルが、はい、この高木豊チャンネルを高校球児と組んでて伸びないのか、うんうんうん、単独で行った方がいいのか、はい、これ占える、見ます、うん、ちょっと見て。わかりました。じゃあ、ちょっと怖いけど、あ、そうですね、これは、うん、正直どっちもどっちです。どっちもどっちもどっちですよ、本当に。お互いに責任があると。まず、このまま継続すると、落ち着かないで終わるっていう感じですね。結局落ち着かないみたいな感じ、うんうん、でも、その完璧を求めなければっていう感じで出てますね。完璧はできないもんね、なかなかね。そうですね、うん、あ、問題はどこにあるかっていうのも分かる。でも、その誰と組むかが問題ではないっていうのがすごく出てますね。なので、その時期であったり、そのスタンスとか捉え方を変えた方がいい、ね、捉え方を変え、じゃあコラボもとりあえずしてみようっていうことだよね。そうですね、コラボしたらなんかこう伸びていくんでしょ、番組が。そうです、そうです、ね、よし、コラボ待ってます。